今日の下着はこんな感じです。水色ベースの、ね、下着になっているんですけど、この花柄がねすごく鮮やかですごく可愛らしいです。ここにもレースがあったりとか、結構ワンポイントで可愛いところがありますね。こんな感じです。では下も紹介していきます。下はこんな感じです。下もね、同じデザインの下着になっています。白もね、シンプルめです。ここのね、花柄がすごく可愛らしいですよね。こんな感じです。ではエプロンに着替えていきたいと思います。今日はこんな感じでエプロンに着替えてみました。いかがでしたか？この動画が良かったら高評価とチャンネル登録お願いします。ゆいの秘密の動画がコメント欄から見れるので、よかったらそちらも覗いてみてください。今日はありがとうございます。ゆいでした。